台湾にワクチンを提供します。アメリカ議会上院の議員団はきょう、今日アメリカ軍の c17 輸送機で台湾を訪問し、アメリカ政府から新型コロナワクチン7。5万回分を国際枠組みコバックスを通じて提供すると発表しました。台湾の蔡英文総統はアメリカがワクチンの優先供給先に台湾を含めたことについて、議員団の尽力に感謝したということです。